アキラ、人生最大の歴史的な瞬間は、猪木さんの引退を東京ドームで見たこと。2018年6月12日17時13分スポー。スポーツ北斗アキラタレントの北斗アキラ、50が12日放送の東京 MX、5時に夢中。月散るだ金曜、午後時に出演。自分の人生の中での歴史的な瞬間を明かした。この日の番組では同日にシンガポールで行われたトランプ米大統領と北朝鮮のキム・ジョンウン、朝鮮労働党委員長による史上初の米朝首脳会談にちなみ、出演者の歴史的な瞬間を特集。MC の深川亮、43、に、北斗さんにとっての歴史的な瞬間は、と聞かれた北斗は、猪木さんの引退見たよ。東京ドームで。改めて猪木さんってすごいなと思ったな、あの時、と1998年4月4日、東京ドームで行われたアントニオ猪木75の引退試合の思い出を明かしていた。